EX フラチョ2発目赤ベロはギャンブルよね。わかるわかる。でもさ、今までさずっとガードしててさ、いきなり赤ブロされたら切れるよね多分ね。いやまあしょうがないよそういう技だもん。いやでもあの技は本当にね、当たったら勝つかもしれない技だからね。ふざけってなるよね。さあエンダイパにはなんないで、ゲージになんとかしのぐ。チェッチューチューダイ。お、ま、あれでもサードって詐欺飛びあったっけ。え、今どういうこと。今昇竜拳、昇竜拳対空でガードして、剣の大昇竜には一応詐欺飛びは成立する。じゃあメスタさん今詐欺飛びやったかもしれないね。いやでも結局ブローられるからね、詐欺飛びやったとこで。このゲームはルールがちょっと違った。はい、違います。このゲームルール違うんだ。さあ緊張剣なんなくて表裏決まって、マジか。さあ恥を背負ってしまった。うわっ、台風で巻き込まれた。やってってってだー、最後は絶勝。絶勝歩行、戦争じゃ、戦争じゃ。うまっ。さあしっかりガードして、さあ表裏、さあずらしエクサスマ決めて、メスタさんもちゃんと逃げる。ゲージが溜まりそうですね。うお、マジか。いて、あーいってんのこれ。あ、さあこれ次でリーチです。さあこっから完走してあと一つ、勝利点。昇竜拳を、さあ富永さんいってらっしゃいませ。昇竜拳破ってくるわ。え、や破ってなくね。当たってなかった。破れなかった。むしろ破られた。しょうがない、最強なんで。いや本当強いからね。さあ続いて出てきたのは富永さんの M。 はい、はい、さあ早出し昇竜と早出し剣が相打ち、ノットやめてしまう。さあブロって中盤陣内、さあこれは引っかかってしまう。イタチでピオル、あ、ピオル前に死ぬ。タッツマキ、追い打ち入れて、うわ危ね。さあしっかり距離を取って無茶をしない。富永さんもナイスガード。う、最後はユーリフレから中盤陣内。昇竜より剣の火力高い、昇竜先端だったからですね。ナイスクイック。うっ、しゃがんでる。あっと唐草指導でよかったのでは。弱昇竜に大パンは結構むずいぜ。ナイスガードして、さあ怖い。ファイブスター無理しないで下がる。波動を投げられてリーチ。それ判別つきづらいんです。
さあじりっております。さあパンパン、さあ陣雷ガード、昇竜決めてからの陣雷。じゃあマイケルターン。キャラさキャラさだから。いやあれだってさ、唐草打てねえだろあれ人としてあの最後の直唐草ってこと。そう、あ打てたら強いんじゃん。あんなの打てねえよさあ飛び込み入って、おせおせどんどん。多分日本代表予選あの先行落ちですね、多分先行漏れですね多分さあ大将マイケルさん、 1P 大将マイケルさん対、さあ前捨て止まらずに、あそっか、おおやべえ、工場長も残ってんだ。そうマジか。さあ5スター無双になってしまうのか。さあ俊霊がここでしっかりと大将の役割を。さあスイッと投げて、さあスイッと投げて、吸い込まれるような移動投げ。あっと使わないか、あこれ、うん、おお、そうね、3も6も剣が強キャラになっております。さあちょっとヒヤッとした、危ない、ちょっとこれは中足が、さあダブル決めて表裏狙いに行くが、おーうまい。さあさあ決めて、でリバサが出てたからあれか、スピマ出なかったのか。そうだね、あー EX に任された、ノーマルだったよ。さあ砲翼決めてあるか、パンパン、あー2発でした。昇竜拳を破らぬ限り、じゃあヨマダ君5スター強い、5スターナンバーワンウィナーウィン5スター。マジ強いな5スター仕上がってる。さあエキシビションマッチです。とりあえず本日の東西戦は 2P チームの勝利で、 MVP が5スターさん、5スターさんって言わないといけない。あーっとやっちゃった。さあうわっワンワンツースリーいやーまあさ D 相手にね飛び込み2回しゃがみくらいしたらそれはきつい全キャラ死んでますね。2回で死んだコークスクリブル入って最後か。さあ入れ替えて頑張ってほしい。金庫パンから重なるコークスクリブルで死にはしないが、あっせこい最後はせこ技でフィニッシュ、せこいカス、よし、じゃあ本日の